皆さん、こんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、ブレグジットについて説明をしていきたいと思います。ブレグジットに出口なしというタイトルでですね、9月10日の日経新聞に記事が掲載されました。今回はですね、ブレグジットによって、イギリスだとか日本の不動産マーケットにどのような影響があるかというテーマをですね、解説していきたいなというふうに思っております。ブレグジットって何って人はもういないと思うので、その話は割愛してお話し進めていきます。 記事によると、イギリス議会では、まあ、来年の1月31日までに離脱期限を延期する法案が可決されたというふうにまあ書いてありました。まあ、離脱期限延期はですね、今回3度目なので、本当にブレジットすんのかみたいな状況になってきているわけですね、えー。今回、合意なき離脱が一旦開除された形になっているわけですけれども、ブレジットに伴う景気の先行き不透明感は依然として払拭されないまま放置されている状態になっているわけです。 2016年6月のです、ね、国民投票の時にどういう状況だったのかって話なんですけども、イギリスの不動産マーケットでは、特に投資ファンドとかがです、ね、結構打撃を受けて、解約が相次いだり、えー、まあリード指数が一時的にまあ下落したりみたいなことが起こりました。 ただしですね、実物不動産のマーケットというのは状況が異なっているわけですね。まあそもそもですね、ずっと賃料上がり続けている、まあ非常に活況なのがイギリスの不動産マーケットなので、ブレイクジットが決まったことによってですね、ポンドが25%安くなっちゃったんで、これ割安で買えるじゃんってことで外国人投資が買ったことによってですね、実物不動産市場は逆にまあ上昇しちゃったわけですよね。 別の動画でも解説しましたけれども、ロンドンってのは賃料も不動産価格もどんどん上がり続けている状況ですね。まあ、賃料の支払いは手取り給料の49%を占めているみたいな状況になっているわけですよ、えー。例えばロンドンの超一等地ですね。プライムセントラルロンドンって言われるんですけども、えー、ウェストミンスター地区だとか、ケンジントンチェルシー地区ですね。えーまあ、ここはですね、高級物件ばっかりの超一等地なんですね。ここは本当に投資物件ばっかりで、ワンベッドルーム1億円みたいな相場感なわけですよ。 で、今回ブレジットの影響で不動産ビジネスにどういう影響があるかっていう話なんですけども、まあさすがに3度の延期に伴ってですね、まあ徐々にまあ悲観的な見方っていうのがプロの間でまあ広がってるわけですね。こちら206人のイギリスの不動産プロフェッショナルへのアンケートなんですけども、えー、非常に悲観的って方が15%、わずかではあるが悲観的って答えてるのが58%、まあ悲観的な見方をしてる方が全体のまあ7割を占めてるって話ですよね。 ただ、これもさっきの話ですけれども、プロプロのファンドだとか、S クラスビルのマーケットと、 ま、1億円から10億円みたいな、ま、不動産を取引するっていう富裕層マーケットってのは全然違う状況なので、これ分けて考える必要があります。え、BNP パルパのですね、リアレステインベスメントストラテジーのヘッドの方のレポートによると、え、今回のブレジットによってですね、25%から30%不動産市場への投資マネーが減少するっていうふうにこう、分析してますし、ま、その結果、最大で15%資産価値みたいなものが既存されるっていうふうにま、まとめてるんですけれども、一方で同じレポートの中ではですね、まあ、個人の投資家に人気のロー ロンドン物件とかは投資物件に関して言えばですねポンド安に伴う買い支えが起こるんじゃないかっていうことで言ってるわけですね例えばアラブだとかロシアの中国の富裕層のマネリューニュがブレジットによって期待できるだろうみたいなことで分析してるわけです実はコリアーズインターナショナルレポートによるとですねポンド安のおかげでですねブレジットを決定した時にまあ、何が起こったかっていうと逆に不動産投資の実物のマーケットは活気づいたっていう話で、まあ、まとめられてるわけですね 今、えー、住宅の価格水位見てみるとですね、まあ、すごい上がり方をしてるわけですけれども、2016年以降、まあ、これ足踏みしてるんで、これ、ブレグジット決定の影響じゃないかっていう方もいるんですけど、これはどちらかというとですね、ブレグジットの影響というよりは、2016年の4月にですね、投資不動産のまあ取引にかかる課税ですね、これがまあ増税されたっていうことの影響だっていうふうにも言われています。 えー、プライアスセントラルロンドンの、ま、高額物件は増税の影響で、ま、すごいちょっと停滞してるって形で、今これアスビームの状況なんですけど、まあ、これがインナーロンドンとか、ウターロンドンみたいな、まあ、そういうマーケットになってくると、ブレジット懸念それ何みたいな話になってるわけですね。そういう感覚です。さて、えー、プロプロのマーケットと実需投資のマーケットの違い。 があるっていうことによってですね、まあ、ブレジットの影響っていうのは、まあ、イギリスの不動産市場に、えーまあ、プラスの影響もマイナスの影響も与えるっていうことが結論になってくるわけです。さて、それではですね、日本の不動産市場にどのような影響が考えられるかという点について考察をしていきます、えー。こちらもですね、デッドファイナンス市場とエクイティファイナンス市場に分けてですね、話を整理していきたいと思っています。 え、デッドファイナンス市場で考えられる一つの懸念はドル調達ですね。ドル調達のコスト上昇の影響っていうのが、ちょっと一つの懸念材料として考えられます。え、例えば2007年当時ですね、サプライ問題が起こった時に、え、ほとんどの方はですね、日本はサプライ問題全然影響ないよって、まあ言ってたわけですけれども、蓋を開けてみるとですね、上場企業26社が不動産建築金目が倒産しましたとか、J リーともニューシティレジンスが破産しましただとか、まあ結構大きな影響を受けたわけですね。で、これ何だ、何が原因だったのかっていうと、 一つは金融庁の引き締めだったんですけど、もう一つがドルの、ドル調達のコストの問題だったわけですね。で日本の金融機関って ドルで預金を預かってるわけではないので、まあ、ドル調達のマーケットに変調があるとですね、ドル調達が行き詰まっちゃうわけですね。まあ、例えば外国,外国に進出している企業とかが、金融関からお金借りたい、日本の金融関からお金借りたいと言っても、調達できないと、まあ、貸せないので、まあ、その結果全体の貸し出しマネーに影響を及ぼすと。で、そうすると国内の不動産市場の貸し出し額にも影響して、まあ、それがお金が流れ込まなくなってくると、不動産取引価格の、まあ、下押しの圧力になるっていう、そういうことがまあ予想されるわけです。 で、そういうことが今回あるかっていうことが一つポイントになるわけですけど、まず第一点としてこの点は、そんなこと起こんないよねって話ですね。な、ま、ぜ、あ、かって言と今世界的に金融緩和だからですよ。 で、日本もですね、黒田総裁が続投のうちはですね、金融緩和これ続けていくっていうのが予測なので、まあ、貸し出し資金自体を増加するってことは考えられないってことですね。で、またですね、リーマンショックの反省から日本と日銀とアメリカ FRB の通貨スワップによって、まあ、ドルの安定供給ルートみたいなものが確保されているので、まあ、デッドファイナンスの、まあ、ネガティブインパクトっていうのは、まあ、えー、こと、ブレグジット関連に関しては起こらないだろうなっていうふうに思われています。えむしろですね、スルガショックの影響の方が色濃く出ていてえ、自己資本を強化できないような地銀から、まあ、融資が 減少するみたいいな影響の方がまあ圧倒的に大きで、もう一つですね、考えられるのがエクイティファイナンスの影響ですよね。ブレグチットによって日本の投資マネーが少なくなる。それによって日本の不動産取引マーケットの下押し圧力になるんじゃないかって話なんですけど、まあ、これも取り越し苦労じゃないかなっていうふうに考えられています。今、仮にですね、日本の不動産取引が外資の投資マネーに支えられてるんだったら話は別なんですけど、今はそういう状況にないわけですね。 で、こちら2018年の CB、えー、リチャートエリスのレポートなんですけども、えー、2018年の外資による不動産の取得額どれくらいだったのかっていうと、まあ5000億円くらいってそう大きくないわけですね。で、一方で、まあ、買いばっかりかっていうとそういうわけでもなくて売却とかもちゃんとやってるって話です、えー。今最もですね、日本の不動産が買ってる外資マネーはアメリカですね。全体の61%をアメリカが占めてます。えー、次に多いのがアジアですね。36%になってるっていうことですね。なので今イギリスのマネーってあんまり関係ないですねって話と、あと逆 逆にアウトバウンドのマーケットを見てみると、イギリスの不動産結構日本人に買ってるんですよね。まあ、こちらですね、やっぱりさっきの話裏付けてます。ファンドのマーケットと実物、まあ、取得のマーケット違うって話ですね。逆に経済的な不安定さがブレグジットによって高まってリスクオフの市場になってくると、まあ、非常に安定的でかつ割安な日本の不動産マーケットには逆にエクイティのマネーが入ってくるんじゃないかっていうふうにも考えられますね。 さて、ブレグジットによるですね、デッドマーケット、エクイティマーケット、双方のマイナス影響ってのは、まあ、日本の不動産マーケットにおいてはほぼないなっていうのが結論になります。本日はですね、ブレグジットによる不動産市場の影響というテーマでお話しさせていただきましたが、今後もですね、こういった不動産経済に関するんですね、テーマの動画はどんどん配信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方、お願いいたします。